まずここなわけですか。で、なんでこの図を書いたかというと、基本的には、ね、基本的には、仕入れ商家の場合は、仕分け1種類しかないんですよ。ね、今から喋るのは、仕入れにかかる付随費用っていうんですよね。付随費用っていうのはね、要するにプラスでかかるコストって意味なんですけど、まあ、仕入れ商家って言っても一緒ですよ。ね。仕入れにかかる付随費用ということで、これから喋るんです。ね。だから、買ってきましたもんね。仕入れて運賃かかったよって言ってるんで、仕入れにかかる付随費用と。まあ、仕入れ商家でも言います。仕入れ商家に。うん。それに対して、売った時にかかるね、付随費用。ね。うん。まあ、売上商家って言いますけど、これはね、実は3種類あるんですよ。3種類あります。で、これは、僕は後回しにしてます。ね。これも一緒にやっちゃダメなんです。ね。うん。まあ、理由がありましてね。うん。一緒にやりません。これ、だいぶ後です、やるのは。ね。3種類あります、全部で。売上商家にはね。売った時にかかる運賃というのは3種類の仕分けの方法があるんですよ。ね。それに対して、買った時の仕分けの方は1種類しか基本的にないです。ね。うん。OK ですかね。はい。したがってね。この売上商家、あと仕入れ商家と売上商家はちゃんと分けてほしいんですよ。ね。そして、なんで一応分けてるのかっていうと、僕の場合ね。僕の場合分けてるのかっていうと、まずですね、ランク的に仕入れ商家が圧倒的に重要です。これから喋るね。仕入れ商家は圧倒的に重要です。まあ、試験ではまず必ず出ます。毎回毎回。ね。出ない時はないです。これはっきり言ってね。それぐらい重要なんです。トリプル A ランクです。ね。それに対して、売上商家はね、ランク的には B ランクぐらいなんですよ。ね。まあ、出るかなって、ちょろっと出っかなみたいな。ほんなら毎回毎回出ないよねみたいな感じなんですよ。ね。だから B ランクみたいなもんなんです。ね。重要度はそんなに高くないんですよ。ね。もちろんね、大事なことは大事なんですけど、ね。仕入れ商家に比べて圧倒的重要性は低くなります。ね。しかし、圧倒的に難しいんです、こっちの方が。3種類もありますから。こっち1種類しかないでしょ。はい。したがって、重要性がですね、こっちはあって、一種類しかない。ね。で、仕分け、自体も、まあ、特に難しくはないです。これからやりますけど。理屈はちょっと難しいんですけどね。はい。で、売上商家はね、理屈もちょっと難しい、少し難しいし、仕分けの方法もいっぱいあります。ね。だから、こういったものはね、僕は分けてるんですよ。ね。これは一応基礎でやっちゃいます。基礎が最初の頃でやっちゃいます。で、売上商家は後でやるんです、僕、ね。慣れてきたことにポーンとやります。ね。うん、まあ、さっきの分岐法と一緒ですよ、はね、やり方はね。最初3部分やって、で、これで慣れてきたら分岐法をやるという、こんな感じでね、僕の場合は進めていきます。ね、これはね、僕がね、まあ、約30年近く、簿記講師、今の時点でやってますけど、それと経験です、はっきり言ってね。うん。僕、ライブ講座ばっかりやってましたからね、要するに目の前にね、塾生がいるという状況での講義ですね、こうやって通信教育よりはね、目の前にライブでいるというのがね、非常に長くやってきたもんですからね。だから、こう、目の前にね、こう、生徒がいるっていう、塾生がいるっていう想定が、僕はできます。ね。うん。で、その中でね、まあ、大体ここ引っかかるかなと。あ、これちょっと一緒にやっちゃったら混乱してるな、これ、みたいなね。うん。というのがね、まあ、これ、30年近くずっと経験した中から、もう分かってます。ね。はい、従ってね、ここはちょっとね、一緒にやっちゃったら混乱してるから、これはちょっと分けっかなとか、ね。これはちょっと一緒にやっちゃったら比較した方がいいかなとか、そういうのね、もう30年近くの研究の中で、僕独自のね、独自の勉強の順番があるんですよ。ね。うん。それで、このレジュメとかも作ってますからね。はい。したがってね、僕が言った順番でね、まあ勉強されるといいと思います。